東高の一愛知県立共和高等学校は愛知県稲沢市祖父江町二股ぐる西に所在する公立の高等学校。2005年愛知県立祖父江高等学校及び愛知県立平和高等学校の両校の統合により成立した学校である。公明の安津和は全信校の旧祖父江高校が所在した旧祖父江町の名産品である銀南と 旧平和高校の校名に由来する。また、学問書を意味するという、アンズンの意味も含まれているとされる。交渉にあしらわれた、KHS の文字は、現校名である、今日はハイスクールのほか、今日は平和祖父への意味も示す。祖父江高等学校、平和高等学校、今日は高等学校、平和高等学校、川口茂親那瀬正追の上陽一朝野明彦。 近藤真二岩田隆史宮家正雄木村久和加藤、おさむそぶえ高等学校共和は高等学校。ありがとうございます。